小池です。どうもつー。そして若大好き俳優マシューです。今週もいただきマシューの時間だぜ。俺が言うやつ。あーすいません。言うんだってちゃんと言って、みんなの考察をいただきマシュー。ここまで、はい、ちゃんと失礼しました、はい、みんなの考察はいただいてないんですけど、うん、今日もちょっと僕の考察の時間ということでお話しさせていただきたいんですけど、はい、今日はまたちょっと結論から言いたいんですけど、はい、今ワノ国編もう絶好調ですよね、うん、面白い、はい、ずっと盛り上がってるんですけど、うん、ヤマトって麦わらの一味の新しい仲間になるんですよ。また言ってるの。それだ、そうそう怒られてるチャンネルで。まだ言ってる。このチャンネル一生それ言ってるって言われるから。まあまあまあ、ヤマト仲間論争。この前もね、小林さんとのすけさんで、あ、そうやってんけど、撮影してたと思うんですけど、いや違うんですよ。また新しい角度から、うん、この話すればまだいけるんじゃないかな。いやいや、もういけない。さすがに。うん。さすがにいけない。怒られるから、うん。なるほど。じゃあちょっとまあ言い方変えます。はい。ヤマトが最悪の世代に入りますって言ったらちょっと面白くないですか。え？なんだって最悪の世代って言ったら、はい、まさにローとかキッドとか、おお、そうです。含めて世界を騒がしてる超新星たちですけど。いや、そうっすね。そうなんですよ。そこにヤマトが加わるってどういう意味、はい、今日はそれをテーマにちょっと考察をお話していきたいと思うんですけど、うん、はい、そもそも、まあ、最悪の世代っていうのはさっき小池さんも紹介してくれた通り、2年後黒ひげを加えた12人ですねのことを最悪の世代と呼んでるわけなんですけど、うん、 そうですね。まあ、そもそも黒ひげを除いたその11人の超新星っていうのは、うん、まあ、51巻で表紙にも描かれてますし、うん、サブタイトルにもなってる通り、うん、シャボンディ諸島編で登場したと、うん、めちゃくちゃ有名な小田さんのね設定の秘密として、うん、はい、超新星たちって、まあ、速攻で仕上げたキャラたちなんですよ、ね、うん、はい、まあ、それが総集編のログシリーズですね、うん、27冊目の連載ってワンダーランドに、ね、まあ、描かれてるんですけど、シャボンディ諸島編が、まあ、盛り上がりに欠けるから新しく描いたルーキーたち、うん、ルフィとゾロを除いた9人のルーキーたちと、うん、一気にこうシャボンディ諸島編で登場して、はいはい、ルフィより懸賞金の高いキッドだったりとか、そう、はい、2年後めちゃくちゃ人気キャラになったローとか、おー、まあ、いろんなキャラがいたわけじゃないですか。でその中で黒ひげが加えた12人が最悪の世代と呼ばれてると、はい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 、でローとかキッドとかは51巻の時点でもかっこよかったし、キャラデザも、うん、ルフィと並んで3人とも能力者だっつって、そう、ね、海兵たち相手にしてたとことかもあったじゃないですか。あの時点でなんか最悪の世代の中でも格はあるなみたいな、うんうん、だから分かってたんですけど、うん、まさかホールケーキアイランド編で、うん、ベッチがあんなに活躍するなんて思ってなかったじゃないですか。いや、もうベッチ分からない、無理やったからね、うん、そうなんですよ。ベッチって51巻で登場してきた時は兵力差でなっつって、うん、海兵たちに囲まれた時に騎馬隊を出してきたり、でその2年間のルフィたちが修行してる間のシーンのところではなんか謎の球体上に浮かんでる、吸い込まれてる、そうそう、吸い込まれてって、うん、あれここで脱落したのって思ったら、うんうん、ビッグマムの参加として出てきたじゃないですか。何人か脱落したとか言われてたから、はい、物語で。そうなんですよ。あ、ベッチってかませやったんやもん、ね、はい、僕も思いました、その時思ったよね、はい、ただなんかホールケーキアイランド編では未来を変える権利は平等にあるそう、ええこと言ってね、頼もしかったよ。すげえなんかいいパパしてたやん、なんか。いや、そうよ、あんなに深掘りされるキャラになるとは思ってなかったと思うんですよ、うんうんうん、でその最悪の世代たちって、うん、はい、今ワノ国編にめちゃくちゃ集まってるじゃないですか。そうね、はい、ボニーとブルージュとベッチ以外は全員いるんですよね、うん、確かに、ああ確かにそうだったそうだね、はい、なんか改めて考えたら、まあ、それはそれですごいなと、はい、だからこそなんかワノ国編がなんか最終決戦ぐらいの盛り上がり見せてるっていうのもあると思うんですよ、うんうんうん、その最悪の世代たちのキャラの深掘りとしてはホールケーキアイランド編で、まあ、ベッチが深掘りされたと思うんですけど、その前はそのパンクアザード編、ドレスローザ編でローがこうめちゃくちゃ深掘りされて、うん、で今もワノ国編についてきてるみたいな感じだと思うんですよ。じゃあワノ国編でもなんか誰かしら深掘りされるキャラがいてもいいんじゃないかなと。最悪の世代って呼ばれてますけど、そのワノ国編ではなんか言い方を変えて新世代っていう風になんか言われてると思うんですよ。なるほど。なんかここが小田さんのまあ上手いところというか、なんかマルコたちが言ってたりとか。うん、言ってるからなんか刷り込まれてきてるんですよ僕らも。確かに確かに。そうだね、最悪の世代とかも言われないもんね今ね。そうなんです。なるほどね、うん、はい、なんか新世代の海賊として今僕らの頭の中では、まあ、ルフィとかキッド・ローとかがインプットされてるわけじゃないですか、うんうん、その中にヤマトっていうのは入ってもおかしくないんじゃないかなと。なるほどね。だってあれから2年実質経ってるわけだもんね、うん、そうですね、うん、そうだから次の世代の呼び方があってもおかしくないし。そうなんですよ、うん、まあ確かにね、はい、でかつその最悪の世代っていうまあ故障は、うん、まあ、ホールケーキアイランド編の、まあ、ラストにも登場してて、うん、そのモルガンズ、はいはい、トワちゃんも大好きなモルガンズが、うん、最悪の世代の中から海賊王が誕生すると、
いうふうに言ってたと思うんですけど、はい、あくびをですね大きく鼻から呼吸することでやめるのやめてもらっていいですか。あ、バレました。うん、なんかスーッて聞こえたの。あ、そうですか、うん、僕らの呼吸に合わせてなんか、あ、そうそう、いい感じ、いい感じで細かく同じくぼりして。いや、今のは僕も気づきました。あ、そうですか、残念です。はい、もっとうまくやります。いいんですよ、別に、はい、モルガンズの話をしてたと思います、うん、それはその最悪の世代の中から海賊王が誕生すると。うんうんうん、ルフィか黒ひげが、ま、海賊王って呼ばれるようになって、うん、そっからまた一悶着あるのかなとか思ってるんですけど、ヤマトが最悪の世代に数えられる根拠として、うんうんうん、エースの過去回想あったじゃないですか、ヤマトとエースの過去回想のところで、うん、今どんな海賊が活躍してるんだみたいな、うん、ところでもそのキッドとかローとかの話は出てたわけなんですよ、うん、はい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 。ただこいつらよりも活躍するのはうちの弟だかなみたいな、このなんか世代の話っていうのはヤマトとエースの会話の中でもさらっと散りばめられてるという、うん、なるほど、はい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 、はい、しれっとされてるんですよね、うんうん、でこのヤマトが仲間になる根拠の一つとして豊さんのすけさんの回でも言ってたように、うん、国民に認められてる愛されてるかどうかみたいな、うん、根拠があったと思うんですよ、はいはい、そうですね、ビビが国民に愛されていて、はい、ヤマトがあんまり知られてないってことですね。そうなんです、うん、これそのワノ国編が終わった後に、うん、ヤマトが将軍としてワノ国に残る展開が、まあ、あるかもみたいな、だから仲間にならないんじゃないかみたいな、はい、あるじゃないですか、うんうん、まあ、ただカイドウの息子娘としてワノ国の人たちを知られた場合、うんうん、認められる展開になるわけないと思うんですよ。確かに、はい、確かにね。でそのフラグというか伏線としてカイドウとヤマトの戦いの中に、うん、お前は鬼の子だと、はいはい、いうなと、うん、俺の力は逃れられないっていう風にセリフとして言わせてるんじゃないかと、うん、なるほど、仲間になるならないじゃなくて、うん、こう海に出ざるを得ない状況になると思うんですよ。だって幼少期のねヤマトだってめっちゃ気にしてたもんね、天の岩戸に閉じ込められた時、絶対殺されるのに違いないって言ってたから、うん、そうなん、だからもうワノ国にいられないから出る、じゃあまあルフィの船に乗るしかないよねみたいな、なるほどね、感じだからもう最終論争というか、うん、ここでちょっと終止符したい。もうこれ以上は言う必要ない。なるほどなるほど、これもうマジで乗らないパターンはもうヤマトが死ぬしかないと思ってます僕は。あ、なるほど、なるほど、デッドは乗る、そんな選択肢な、はい、デッドは乗るしかもないと思うんです。なるほどなるほど、はい、ヤマトがこうルフィの船に乗せてくれるはずだみたいな、うん、ところも根拠になってるんですけど、逆のワノ国に残れない理由っていうのも大きいから、うん、ルフィの仲間になって出航すると、うん、なるほど、はい、なんかロビンパターンね、行く場所ないからとりあえず乗っけてみたいな感じかな、はい、ただなるほど、ね、まあ、ロビンと違う点では、うん、ヤマトの目的とも一致してると。うん、なるほどね、はい、で、もう一つ新世代の海賊と呼ばれるようになる理由として、うん、ジャンプの最新話付近の内容も含まれるんで、うん、ちょっと単行本派の方は注意していただきたいんですけど、はい、ルッチと CP0 のワノ国にいる CP0 の会話あったじゃないですか、うん、で、政府の船を、まあ、ワノ国に向かわせてると。うん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 、でルフィの船に新しくヤマトっていうキャラが乗ろうとしてるっていうのは世界政府の役人たちが知り得る情報になるので、うんうん、すぐにこう名前が広がるんじゃないかなと、うん、でかつ四皇の子供っていうめちゃくちゃでかい軸を持ってるんで、うんうん、最悪の世代新世代の海賊っていう風に名を連ねてもおかしくない。なるほどなるほど、まさにエースみたいなもん。そうね、そうそうそうね、海賊王の息子っていうのが、まあ、知れ渡ったのと同じように四皇、うん、の息子っていうのもそれと、まあ、同じぐらいのネームバリューはあると思うんで。確かに確かに、海に一人出たってね、知識もないだろうし難しいやろうし、うん、はい、至る所にやっぱカイドに恨みを持ってる残党はいるだろうから。そうですね、ねえ、だから狙われるようになったりとか、うんうん、だからまあ、もちろん手配書も多分懸賞金つくでしょうし。おー、何ぐらいなんですか。いや、これめちゃくちゃむずいんですけど、うん、初頭の手配なんで、うんうんうん、5億かなっていう。あ、初頭から5億、はい、とんでもない額ですね。でもね、だいたいこうエースと同じぐらいがちょっと面白い、ね、そうそう、あー、確かに確かに、はい、うん、まあ、そういうのもあったのがちょっとエモい。なるほど。で、そのヤマトが、まあ、最悪の世代に、まあ、入るっていうのは、うん、まあ、ここまでなんですけど、うん、最悪の世代ジャンプ最新話でもめちゃくちゃなんか熱かったじゃないですか。熱かった、はいはい、ホーキンスとキラーの戦い、いや、すごかったよ、あったと思うんですけど、あれ、なんかちょっと違和感あるなと思って、うん、調べたかったことがあるんですけど、うん、ワノ国編っていろんな編と共通点があるみたいな、うん、言われてるじゃないですか、はいはいはい、空島編だったりとか、うん、アーラバスタ編だったりとか、うん、言われてるんですけど、シャボンディ諸島編ともある共通点を僕見つけてしまったんですよ。なんだなんだなんだ、はい、それが最悪の世代たちとパシフィスタたちとの戦いの構図が今の戦いの構図とまあそっくりだなと。麦わらの一味たちはキザル、戦闘丸とパシフィスタと後々本物のクマが出てくるんですけど、そこで戦ってたじゃないですか。でそれは今のカイドウとの戦いなんですよね。ルフィ対敵のボスっていうところで、ローとキッドっていうのはこの組み合わせでパシフィスタを相手にしてたんです。
ですよ。ああ、してたっすね。ああ、なるほどなるほど、はい、ベッチはすぐに大将なんぞに出てこられてたまるかって言って、ね、まあ、逃げたんですよね、うん、だから今そのワノ国にはいないっていう、うん、確かに部分で、ボニーは海兵を相手にしてたんですよ、うんうん、それはその世界政府に今レベリーにいるわけじゃないですか。ああ、なるほどね。その海兵、うんうん、役、ね、政府の役には相手にしてるみたいな構図、うん、バシュイスタとは戦ってないんですよ、うん、おお、なるほど。でホーキンスとドレーク、うん、そしてアプーで、もう一人このウルージが、まあ、同じ場所にいたんですよね。あ、はい、でアプーとドレイクっていうのは今現在ドクロドームの方で戦ってると思うんですけど、うんうんうん、このウルージっていうのが今日のとんでもポイントなんですけど、ワノ国に来る戦力としていろいろ言われてるじゃないですか。ウルージ来るんじゃないかなと。ここで、はい、だってウルージが見たら古代史なんか珍しいもんみたいにまた言うんじゃん。めっちゃおるけどな。まあまあそうですね、はい、もう幻獣種もいますから、まあ、ウルージは来るポイントっていうのがなんか改めて見たらちょっと多いなと、うん、ホールケーキアイランド編でも名前は登場してるんですよ。ビッグモムに歯向かって、うんうんうん、スイート4小生スナックを落としたと。でかつそのカイドウの自殺を見守ってるキャラなんですよね、うんうん、はい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 、なんか確かに確かに。そうだそうだ、空島の上にいたじゃないですか。療養中に、まあ、カイドウがいて、でカイドウがその空島から自殺してるとこを見てると、うんうんうん、あそこにウルージいた必要あるのかなみたいな。なるほど、うん、なるほどね。ウルージってその空島出身ではあるんですけど、うん、ワノ国っぽい雰囲気をしてるわけですよ、うんうんうん、まあ、今朝起きてたりとか、うん、イルカ出身とか、うん、空島のどっか出身みたいなの書かれてないんですよね、うん、ビルカードに。なるほど、空島出身としか書かれてない。なるほど。だそこになんかウルージのこう深掘りポイントがあると思ってて、うんうん、パンクハザードドレスローザ編でローを深掘ったように、うん、そのホールケーキアイランド編でベッチを深掘ったように、ワノ国編で深掘るのはもうキッドでもローでもなくウルージなんじゃないかな。なるほどなるほど。そう、空島っていうまあ、エネルとのつながりも匂わせるようなキャラでもありつつ、うん、その悪魔の実の能力も今のところ分かってないんですよね。確かにね。深掘れるポイントいっぱいあるなと。でなるほど、今後どっかで出てくるとこあんのかなって考えた時に、うん、まあ、ないんですよね、うん、ほうほうほう。ルー確かにどこで活躍する思いねそうなんですよ。ボニーはそのなんか、うん、クマとそのソルベ王国関連でまだあると思うんですよ。です、ね、うん、でベッジはまあ一旦終わったと、うん、でワノ国にいない最悪の世代で深掘れるチャンスがあるとしたら、うん、もうウルージしか残ってないんですよ。なるほど。その破壊層っていう若干ワノ国感の要素もあるのは、もうここでしか登場しちゃって出どころないよという。そうっす。なるほど、はい、アンジ・オショみたいな感じやもんな。いや、そうですね、二人の付き合いですね、うん、陸断戦なんでね、なんかそれに似たような技使ってくれたら熱くないですか、うん、ワンチャンそのアシスタントやられてたっていうのもね、もしかしたらオマージュしてくれるかもしれないんで、うん、はい、じゃあビッグマム倒す助っ人として来てくれるんですかね。お、それはそれでめちゃくちゃ、なかなかね、体格的にもちょっといいんじゃないですか、うん、そうですね、まあ、確かに確かに、まあ、戦えそう、因縁もありますしね。そうですね、うん、なんで行ったか分かってないですもんね、スナックのところに。まあそうですね、うん、はい、まあ、キッドはなんか奪うべきものを奪うっていう理由があったんですけど、ウルージュに関してはまあ分かってないですし、うん、ベッチは吸い取られたじゃないですか、うん、ただウルージュさん雷神島行ってるんですよ。あ、行ってるね。で確かにね、カサバーと出会ってるんですけど、うん、その後なんかしれっと、うん、そのビッグクモンと会って調整倒してみたいな。あいつ強いんですよね。強いね。そう、確かにね。ワノ国にウルージが来て、そのウルージの活躍、うん、はいはい、ここからちょっとねじ込んでくれたら熱いなと。なるほど、なるほどね、はい、ちなみにアプーはもうリタイアでいいんですかね。アプーはもうこのままドレイクに、まあ、さらっとやられてていいんじゃないですか。なんならもう終わってていいと思います。最新号ではね、ちょうどホーキンスがやられたところ。そうですね、うん、はい、だからそっちの決着もまあどんどんついていくんじゃないかな、うん、まあ、なるほどね。でもう一個最後にちょっと今日お話したくて、はい、最悪の世代関連のイラストがあるんですけど、はいはいはい、こちらのイラストなんですよね。わあ、これはもう大阪のねワンピース店の限定の原画で買ったわ、はい、そうですね、複製原画売られてましたね、うんうん、はい、このイラストって、まあ、どこが初登場だったかっていうと、うんうん、2011年の週刊少年ジャンプ41号で、うん、ワンピースのキャッチフレーズコンテストみたいなのがあったんですよ。その時に優秀作品になった俺たち海賊世代っていうキャッチフレーズにこのイラストが当てはめられたんですけど、うん、これって2年後の最悪の世代たちが、うん、あのルーキーたち描かれてるじゃないですか、うん、はい、ここが2年後のルーキーたちのビジュアル初登場だったんですよ。はいはいはい、はい、そうなんや。当時え、なんかこんなとこでさらっと描いてくれるのみたいな、めちゃくちゃびっくりした記憶あるんですけど、このイラスト、まあ、よく見てほしいというか、まあ、よく見なくても気づくと思うんですけど、いないんですよね。いない、はい、11人のルーキーたちが描かれてるはずなのに、1人いないんですよ。あ、これ10人しかいないんですね。ゾロ
そうなんですよ。これゾロがいないんですよ。確かに確かに。これなんでなのかと思ったんですけど、なんで？いやこれゾロって2年間の修行で片目を閉じてるじゃないですか、傷が入って、小田さんの中でゾロに関してなんか迷いがあったんじゃないかな。なるほど。なんかここに書けない理由があったんじゃないかと思ってて描かれてないんじゃないかな。なるほどね、でもベッジの横とかちょっと不自然なスペースにも見えますもんね。そうなんですよね、まあ、ウルージュの方はあの鉛筆を持ってるんで埋まってるんですけど、そう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 、スペース的には全然問題ないと思うんですよ。確かに確かに、はい、なんか51巻の表紙には11人ちゃんと描かれてるんで。なるほど、なるほどね。ここにゾロがいない理由っていうのが、このワノ国編で血筋の関係で、まあ、明らかになるんじゃないかなと。なるほどなるほど、最新号を見て熱くなったんで、最悪の世代に関する僕の疑問というか考察をお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうしよう、キング仮面パカ割れたらモロイにそっくらず出てきた。それはそれで熱いっすけどね。羽繋がりやし。そうっすね、なるほど、うん、いや全然なくはないと思いますよ。ねえ、これはアルージーですね。アプテカ部の部員募集の先生、どうぞ。ええこんな今日なんかボケないなと思ってた。いや真面目な回だったからね。そうですね、そうそうそう、はい、いつも真面目なんですけど。ああすいません。現在、はい、こわちゃんポケカ部というチャンネルを、運営しております。やってます、トエさんで、はい、やってるんですけど、新入部員を現在募集中でございます。概要欄に、応募フォーム貼ってあるので、ぜひ僕らと一緒に YouTube やりたいよって方は応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします。そのやつはオルージー。チャンネル破壊層やうまい破壊層どうやありがとうございます、ありがとうございます。こやちゃんクルーに秋が来た。撮影、睡眠、フェスの秋、クルーみんなでぶち上がろう。 Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。